イギリスの評論家ジョン・ラスキン、美の本源が神の属性におけるも情緒的要素が強いためである。夏目漱石もラスキンの美学に使って扱っている。また古典的な美術も捉え直そうとしている。陳腐的で干渉な形式から脱して簡素で親切味あふれる表現をよぎまえらせよ。中世イタリアのスケッチなどを行い、イタリアを新しい英国で発展するような技法などを紹介した。鉛筆で風景などをスケッチし、それを自然という新しい形で解釈しようという試みをしたところに革新的なところがある。